タイラー・クリストファー・ヒーローは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州ミルウォーキー出身のプロバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートに所属している。ポジションは、シューティングガード。ケンタッキー大学で1年間プレーし、2019年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2019年の NBA ドラフト1巡目13位で、マイアミヒートから指名を受け入団した。 一年目の2019から2020シーズンは主にベンチからの出場ながらも NBA のレベルに順応しヒートの予想外の躍進に貢献した。活躍が評価されライジングスターズチャレンジにチーム USA の一員として選出されたが怪我により出場を辞退した。2020年9月8日プレイオフ第2ラウンドでヒートがミルウォーキーバックスに勝利したことにより ヒーローは2000年代生まれの NBA 選手として初の NBA カンファレンスファイナルに出場した。2020年9月15日、2019から20シーズンの NBA オールルーキーチームに選出された。カンファレンスファイナルの第4戦にてヒーローはヒートのプレイオフ新人最多得点記録となる37得点を記録した。AB、タイラー・ヒーロー。 NBA スタッツ、s 2020年4月25日、閲覧。タイラー・ヒーロー・イズ・ハビング、エイ・ヒストリック・プレイオフ、ラン・ウィズ・ザ・マイアミ・ヒート、フォース・ウィン2020年9月26日、閲覧。ジャモラント、シュオン・ウィリアム・サムヘッドライン2019から20キーアオール、ルーキー・ファーストチーム、タイラー・ヒーロー、ルイ・ハチムラ・ボーテッド・ツー・セカンドチーム。NBA.com。 2020年9月15日閲覧。タイラーヒーローがキャリアハイの37得点。ヒートがセルティックスを下しファイナル進出に王手。ヤフーニュース。2020年9月26日閲覧。ありがとうございます。